はい、皆さんこんばんは。こんばんは。ゆめたか TV の時間です。最近ですね、交通事故多いですね。非常に多いですね。特に雪道ですからね、すごくスリップとかでね、事故で来られる方がすごく多いです。で、まあ、多くの方はむち打ちという形になるんですけどね。はい、はい。まあ、今日はそのむち打ちのね、応急処置といいますか、むち打ちになった時の対策をですね、ご案内したいと思います。はい、じゃあ患者さん役です。はい。まずですね、首が大抵交通事故の場合というのはね、この首がこんな感じでガクーンとこう鞭を打つようにしなるからむち打ち損傷という形になるんですけども、その場合多くの人がですね、こんな感じでこう首が痛くて首が動かないみたいな、そんな感じで来られる方が多いです。で、そういった場合まず固定が大事なんで、今日使う材料はこちらです。テーピングと、タオルとバスタオル、そんな感じでね、日常生活をカバーしていきたいと思うんですけども、まず応急処置としてね、このテーピングを貼ります。はい、アシスタントです。はい、じゃあですね、こうやってバツッとこう、はい。で、頚椎の方がね、頚椎の方を固定したいんで、頚椎に沿ってこのテーピングをね貼らせていただきます。まあ、こんな感じでね、一応固定半分、筋肉をね緩めたい目的半分で、貼ってみます。はい、一応テーピングはこんだけです。でもこんだけだとやっぱまだ不安という方もおられますんで、首とかね、関節とかはですね、何か覆っておいてあげるとすごく安心するところなんですね。なのでこういうタオルをですね、手拭いでもう何でもいいんですけども、こんな感じで巻いておきます。ただ人前ではちょっと恥ずかしいかもしれませんね。ですから車を運転するときとか、家でね、ゆっくりしてるときとかはこんな感じにしておいていただけたらいいんじゃないかなと思います。どうですか、ちょっと動きが制限されますよね。そうですね。はい、じゃあ続いてですね、寝るとき、ね、ちょっと痛いんですよという方がすごく多いんで、寝るときはそのバスタオルをね、利用してもらいます。で、バスタオルをですね、これぐるぐると巻いていっていただきまして、大体ですね、この高さが、患者さんのね、握り拳4つ分がここになるような感じで、頭の方は握り拳が3つ分ぐらいがこの高さになるような感じでね、作っていただいて、こんな感じになるんですけども、これだとですね、結構ぐにゃぐにゃしちゃうんで、ちょっとごめんなさいね、枕カバー的にですね、このタオルをこんな感じにしてもらうとちょっとおしゃれな枕になりますよね。おしゃれじゃないですか。で、こんな感じで、はい、じゃあ寝てください。で、こっち丸い方が首になります。はい、で、若干低いようでしたらね、ここをちょっともうちょっとタオルを挟んでもらっても構わないと思います。こんな感じで休んでいただくと、むち打ちの初期の状態の時はね、ゆっくり休めてもらえたらと思います。はい、あ、寝てていいですよ。はい、このまま終わりますので、はい、じゃあ今日はこのような形でね、むち打ち損傷の、初期の時の対策をね、お話しました。で、交通事故の方はですね、本当にこのぐらい大丈夫かなって思っちゃう方もいるんですけども、1週間や10日経ってね、痛みが強くなってきたって人も見えます。なので、万が一交通事故に遭われた時はですね、早め早めの対策が、すごくおすすめですので、何かありましたらまたご相談ください。はい、じゃあ今日はこの辺で終わりたいと思います。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。